はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチバスターズゲット組へのセーブデータ引き継ぎ方法や VIP ルームの出現方法を紹介します。まずゲット組のダウンロード方法なんですが、ソフトを起動してソフトの更新がありますっていう表示から任天堂 e ショップのボタンを押してダウンロードする方法と、あとこちらの QR コードを 3DS のカメラでスキャンしてダウンロードする方法があります。で、ゲット組のダウンロードが完了するとこの画面になります。バージョン選択できるようになってますね。左が赤猫だもしくは白犬隊で、右にゲット組、両方プレイできる。上書きじゃないんですねこれ。続いてセーブデータの引き継ぎ方法なんですが、まずゲット組のアイコンをクリックするとタイトル画面でデータの引き継ぎボタンが右上にあるんで、それをクリックします。するとセーブデータが選択できて、進んでいくとデータの引き継ぎ完了します。ちなみにセーブデータ引き継ぎ後は一度だけプレイヤーの名前変更できます。はい、そしていよいよ VIP ルームの出現方法ですね。赤猫団と白犬隊を連動すると入れるプレミアムな部屋なんですが、これちなみに24時間限定です。連動すると24時間だけ YBK ホールに VIP ルームが出現。でも期限が切れてももう一度連動すると VIP ルーム出現します。ちょっと手間ですねこれ。で、連動の仕方なんですが、赤猫団メインでする場合説明しますね。このタイトル画面の下のところ VIP 連動のボタンをまず選択で、赤猫団と白犬隊両方持ってる場合は一人で VIP 連動のボタンを選択で、デフォルトで進めていって白犬隊の連動データのセーブ完了。続いてメインでプレイする赤猫団を起動してゲット組選択後、タイトルのこの右下のところ VIP ルームオープン中と表示されれば連動成功です。でですね、ソフト起動後 YBK ホールの謎のおじさんに話しかけると VIP ルームに入れます。 VIP ルームの中では限定ミッションや限定ガシャなどプレミアムなことがいっぱいってことで、これはやるしか。他にもゲット組のストーリーとかチャレンジミッションもあります。詳しくは公式サイトチェックしてください。